4年ぶりの甲子園出場を目指す増田東は2回ワンアウト1塁3塁から湘南の7番白井に犠牲フライを打たれ1点を先制されます。この1点のビハインドを背負った増田東のピッチャー百合野、その後は丁寧なピッチングを続け湘南打線に追加点を与えません。5回までわずか1安打の増田東打線は6回、3番山口がセンターの左を抜くスリーベースヒット、初めて三塁ベースにランナーが到達します。すると今まで隙のないピッチングを続けていた湘南の淵脇はまさかのワイルドピッチ、1対1の同点となります。これで試合のペースをつかんだ増田東は8回ワンアウト1塁2塁から4番の隅川、右中間を破るツーベースヒット、1点を返し逆転に成功します。この1点のリードを百合野は粘り強く守りきりゲームセット。増田東執念の甲子園行きを決めました。増田東の背番号11番百合野は球威あるサイドスローが持ち味です。